今日は100勝という素晴らしい記録を達成された金子投手にお越しいただきました。まずお試合お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、今あの100勝を達成された今の気持ちを教えてください。今の気持ちですか。はい、正直なこと言っていいですか、ね。はい、まあ、自分の100勝というよりもまずやっぱチームが勝ったことっていうのがまずは素直に嬉しいですね。あの僕に勝ちがつくってことはチームが勝つってことなんで、まあ、矛盾しますけど100勝も嬉しいんですけど、まあ、今は自分の記録よりも成績よりもまだチームなので、そういう意味で今日勝てたってことが嬉しいですね。はい、チームは3連勝ですね。そうですね、まあ、本当に打線がここ最近すごく打ってくれるので、安心して投げられるというか、もし点を取られてもその後取ってくれるっていう、そういう強い、なんですかね、後押しがあるので、すごくいい感じじゃないですか。はい、100勝の話に戻らせていただくんですが、はい、ではその今までの100勝の中で思い出に残る試合っていうのはありますか。一番残る試合はまだないですね。はい、思い出せばいろいろあるんですけど、まだこの一生は思い出に残るっていうものはないので、これから作りたいなと思います。はい、一番気になったのがこの T シャツなんですが、はい、これ100 wins と書いてありますね。そうですね、書いてありますね。はい、この T シャツはどうされたんですか。これは僕のメーカーさんが、はい、使わせてもらってるメーカーさんが作ってくれて、分かったら来てくれっていうふうに言われたので来ました。かっこいいですよね。これ金子投手でしょ。はい、一応 僕ですね。はい、今日は先ほどあの勝利ヒーローインタビューの時に、はい、手にブレスレットバンドをつけてたと思うんですけど、はい、結構たくさんつけてましたよね。3つつけてましたね。3つつけろって言われたんで。はい、このリストバンドいかがですか。やっぱりファンと選手がこの一つになれるっていうものは、まあ、限られてくるとは思うんですけど、その中で、まあ、試合中でもつけれると思うし、それはいいんじゃないかなと思います。はい、では最後にファンの方へのメッセージをお願いします。はい、今日100勝することができました。ありがとうございます。100勝で終わるつもりはないので、これからもどんどん勝ちを積み重ねられるように一生懸命頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。以上、今日は100勝目を挙げられた金子投手のインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お決めだけ分かるか。はい、5月20